青山級は、日本の政治家。君党は朝日大受賞。衆議院議員、衆議院沖縄及び、北方問題に関する特別委員長、衆議院労働委員長、文部科学副大臣などを歴任。2002年、文部科学省にて、アメリカ合衆国海洋大気庁の長官、コンラット・ラウテンバッハー、長官主席補佐官、スコット・レーダーと、愛知県瀬戸市生まれ。 1964年に、慶応義塾大学法学部を卒業後、青山ガラスに入社。1971年、瀬戸市議会議員選挙に立候補し当選。自由民主党に所属し、以後2期務める。衆院選立候補にあたり自民党の公認を得られなかったため、1976年第34回衆議院議員総選挙に、民社党から立候補し当選する。以後、 落選を挟んで9回の当選を果たすことになる。民社党では最後の国会対策委員長に就任。1990年の第39回衆議院議員総選挙では落選するが、1993年の第40回衆議院議員総選挙で日本新党から推薦を受けて当選し、中央政界に復帰。1994年12月。 新進党の決闘に参加。小沢一郎に近い立場を取り、新進党分裂後は小沢について自由党に参加した。しかし、時事連立後は自由民主党への合流を施行するようになり、2000年の自由党分裂では保守党に参加する。しかし、選挙区の愛知7区には自由民主党公認の鈴木敦氏が既にいたため、選挙協力と引き換えに自由民主党に入党。 鈴木との間でコスタリカ方式を結び自身は比例区から当選。自民党では志卒会に参加。2001年小泉内閣が成立すると文部科学副大臣に任命。2005年7月5日の郵政民営化法案の衆議院本会議採決で反対票を投じた。同8月21日自由民主党を離党し、 田中康夫を代表とする新党日本、立党記者会見に参加、副代表に就任する。同9月11日、第44回衆議院議員総選挙に、比例党会ブロックより出馬するが、あと一歩届かず落選。2006年5月、国民新党に加入、国民新党参議院比例区第1支部長に就任。2007年7月29日の第21回参議院。 議員通常選挙で国民新党公認で比例代表区から出馬したが時点で落選。2009年8月30日の第45回衆議院議員総選挙で前回と同様に比例党会ブロックより出馬したが落選。2011年6月、朝日大受賞を受賞。2019年1月9日、胆管癌のため死去。77歳を打つ。 のぶじゅうさんい、ありがとうございます。